NEC ラフラフアワー、タイムキーパーの2人でお送りしております。それではコーナーに参りましょう。食いしん坊秀樹の飯テロ天国。ありがとうございます。こちらですね、食べるの大好き、私、秀樹が食べたくなるグルメ情報を、松井君が厳選したゲストの皆さんに紹介してもらいます。なるほど、お待願たせいししまましす。た。待ちはい。に待った。じゃあ今から3こ人ちのらの。ゲストがプレゼンするんで、食べたくなる度合い、いつもと一緒で11段階で評価してください。手が空腹、腹1分目から9分目たって最高が満腹となります。今回のテーマは何ですか？コスパ抜群の中華料理となっております。ありがとうございます。最高。中華料理は最高やね。中華料理は最高です。ただ中華料理はね、やっぱりね、正直まあその、なんていうの、王将があるじゃないですか。で、まあ王将というこの一強、そうそのね。中で何を出してくるのかとか、やっぱ中華料理ってどこでもうまいかまあ確かに美味しくないところら。がないよそこにどう食い込んでくるのかというのは楽しな。まああみ。と安さやね。確かに安安ささはが大大事。事ですね。じゃあそれでは早速1人目からいきましょう。1人目は NSC46 期芸歴1年目の不安定のなりふりかずま。それでは早速つないでみましょう。なりふりかずなま。りふりかず。はーい。すいません。はじめまして。不安定のなりふりかずまと申します。よろしくお願いします。なりふりかずかずま。ま。なんきゃ、はい。何年目？1年目で 1 す。年目45期、46期。46期。はい。なりふりくんの、なりふりくんは、なりふりくん。なんか、なりふりくんは何、その、高校野球の監督ですか？ああ、もう全然すいません。全然、これ、H の印なんですけど、H のうん。印だ。これ、ちょっと今日、タイムキーパーの秀樹さんがいらっしゃるということで、ちょっと慎重で買ってまいりました。はい。どういうこと？ H ポロシャツ？H、H ポロ社長。秀樹そう、そうです。の H？ 秀樹の H？ そうです。はい。ちょっと、嘘ややろ？めとじさ、けや、ほんでなんお前、そと。の H の字体、お前、デスノートの字体やん、お前。なんほんやまねん、ですそね。の字体。なんか左ちょっとこっのちの袖にも辺なんか、が、左の袖に何書いてんの、これ。それ左の左の袖袖。なんだ。これちょっとすいません。わかんないんですけど、買った瞬間、ちょっといいかな。袖やで、袖。あ、それですか。それは、なんか、DH76？ 何がですか？ なんそうかです肝臓の数値とかなんか。ね。86か。ほんまに高校野球の、コーチやん、ほんなら。かもしれない。なんだ。すいません。練ちょっとす習やけど、なんか選手辞めてコーチになった人みたいな。髪型と眼鏡と顔色と、全部そうやね。ポロシャツの、ポロシャツの襟の巻きそう。具合は、襟の、そうですね。何やねん、その。何歳？なりふりかずまは。あ、27歳ですね。27あ、同歳。い年や、なりふりかずはい。ま。ほんあ、まや本当な、ですそれ。か。そうなんや。まあまあ、ちょっと出だしは不好調で、好調ではないですけど。まあ、不安定で不す。ここ安、から安定になっていきこまっす。から不安、怖いよ。安定にするように頑張りまじす。はい。ゃあ、なりふりくんは今日何について喋ってくれますか？はい。私が紹介するのは、中華抜群の、すいません。コス中パ華抜抜群。群の、コスパ抜群のね。はい。天天主家さんというお店天を天ご主紹介か。しておきます。はい。知らない。天天主か。聞いたことある。お、じゃあちょっと早速聞いてみましょうか。それでは、なりふりくんのプレゼンお願いします。はい、すいません。お願いいたします。まずすいません。ちょっと突然なんですけれども、松井さんと秀樹さんは、麻婆豆腐ってお好きですかね？大好き。あ、本当ですか？ まあ、それ、アキあラりがとうだごいざいぶ好ます。きやね。め僕ちゃめも好ちゃきいいで笑顔す。で。あ、本当ですか？ありがとうござい秀樹はます。全般好きです。あ、本当ですか？はい。では、すいません。こちらの店さんはですね、まず、麻婆豆腐がね、一押しのメニューなんですけれども、普通の麻婆豆腐って、こう、大体、あんが、こう、ドロッとしていて、で、まあ、ちょっと、辛さがあるみたいな、イメージだと思うんですけれども、こちらのお店さんの麻婆豆腐は、あんが、こう、さらっとしていて、で、まあ、ちょっと、辛さが、そこまで、僕、ちょっと辛いの苦手な部類ではあるんですけれども、全然、こう、食べれるような辛さで、山椒がね、ちょっと、まあ、ピリッとしていて、で、ちょっと特徴的な辛さなんですけれども、ちょっとまあ僕の口頭ではね、お伝えしにくいので、写真が。ありがとうございます。うまおそー、ええう！ ねいいねー。いいね。こう、おめっ豆腐もちゃね、いっいいよ。ぱい、爆弾みたいな感じに盛り込まれていって、もう口入れた瞬間、クラッシュすぐするんで、ぜひ、食べてほしいんですけれども、まず、こちらが、メインの、麻婆豆腐でございまして、で、ランチメニューがあるんですけれども、この麻婆豆腐がね、なんとランチメニューのセットに全部ついております。はい。で、そうなんや。ランチメニューの例をね、例えばこちらの、ちょっとちっちゃいんですけれども、天津飯セットで麻婆豆腐がついております。で、こちらのね、
チャーハンセットですね。ああ、いいね。これいいね。こんな感じで、ほどもあって。春巻きもついてるやん、春巻きもついてる。そうなんですよ。あと、サイドメニューで、唐揚げとか、はい、春巻きもついているんですけど。結構激強やね。いいね。そうなんですよ。すごいいっぱい盛り込んであって。で、で、例えば、秀樹さんが、この中で先ほどお見せした、天津飯頼まれたとするじゃないですか。大体、ランチメニューの大盛りって、こう、白ご飯大盛りとか、で、あと、定食のご飯おかわり自由とかよく聞くと思うんですけど、うん、こちらのお店さんなんと、うん、天津飯とうん、チャーハンがね大盛りの無料が、することができます。すごいやすごいな。すごいね。意味わからんね。確かにね。うん、他店ではねなかなか見たことないじゃないですか。はいはい。でちょっとそのね天津飯大盛りの時の器をご用意しました。うんうん、なんで知ってんなんで持ってんの働いてるそこで。ちょっと昨日行ってきて。あ、なるほどね。昨日行ってきて。昨日行って持って帰ってるやん。持って帰って。捕まります。はい。で、大体ね、こんな感じで、もう携帯がもう入るくらいの感じの。はい、あ、でかいね。こんな感じで、ね、うん、もうすんごい、特盛りくらいのサイズなんで。はいはい、はい。で、まあ、こんだけの、一品と、麻婆豆腐と、うん、で、あと、唐揚げあって、スープ。うん、大体何本くらいだと思います？ああ、この定食。僕らやろ。だからまあ、まあな、その、まあ、1500円、1450円と。とか、すると思ってないですか、うん、すると思う。先ほどの天津飯定食、はい、900円なんですよ。すごい。すごいね。素晴らしいね。大盛りも。すごいね。それで大盛りもらえるな。そうですね。はい。すごい。なるほどね。で、はいはい、こんな感じの他にも、うん、あと、油淋鶏とか、うん、あと、まあ、担々麺とか、まあ、うん、こういうのもセットであって、全部1000円以下とお得となっておりますので、よかったらね、難波の、南海の難波駅のザウラの商店街のところ、はいはいはい。ザウラのところね。え、はい、そうなん？そうなんですよ。そんな近いところにあんねや。確かに近いね。はい、ございますので、よかったら足運んでいただけたらなと思います。かしこまりました。はい。ありがとう。あれ、高取のとこらへん？中華屋さん？どこや？高取のとこかな？だからほんまにあっこか。わびすけとかの。はい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 。わかった。あっこそうなんや。うん。知らんかった。じゃあ、早速、はい、判定を聞いてみましょうか。それでは、秀樹くん、判定お願いします。空腹なんで？ごめんな。なりふりくん。はい、難しいねん、彼から点数だ。知ってんねん言ってんねん、ぷくぷくフレンズ言ってまん。あ、立ちまちさん、僕に紹介するって、ぷくぷくフレンズ言ってる店紹介するかね。すいません、大変失礼いたしました。俺はな、しゃあないよな。知ってます、チャーハン大盛り知ってます、天飯大盛り知ってます。900円も知ってました。あえて1400円と言いました。まあ、1400円は確かになんか高く言ったな。これ、1400円。100円やなって言ってる、まあ、ちょっと高めに言ったけど、いやーこれね正直ね知ってた時点で、うん、他になんかあるかなと思って。なるほど、ね、ランチはもう有名やん、安くて量でもう言ったチャーハン大盛り天津飯大盛りできるのはもう知ってたから、うんうん、他になんかあるんかなと思ったらねなかったんですよ。あまあそれが最大の売りやもんな。まあな、せやねんけどな。でもまあめっちゃええねんけど、ちょっと点天しかそうや、俺行ったことあるわと。え、真ん中に回る机があるとこ入ってすぐ目の前に。そこじゃない、あれじゃない、あれじゃない、もっと、そこってザウラか。ザウラやで、あれも。あ、ほんま中華屋さん、うん、いや俺そこは知らんな。ほんまランチで行ってん。俺も行きた、俺めっちゃ行きたなった。いやいいと思うで、今度サッカーアクトのメンバーで行きますわ。もう行け行け、サッカーアクトのメンバーで。いやここは餃子1人前無料とか。だからめっちゃコスパいいね。なんでそうなんですよ、夜の時間帯のディナーは、うん、餃子の一皿目がなんと99円なんですよ。それを先言いなさいよ。素晴らしい。順番間違いでした。よく言ってくれたらね。そう、 何かに一歩近づいたんですけども、ちょっとさすがに俺が知ってる情報すぎたね。なるほど。うん。てんてんしか惜しかったな。でもいいよ、そこに目をついた成振一馬、素晴らしい。成振君素晴らしい。ただやっぱこれは厳正なる審査をやってますので、
惜しかった。惜しかったね。やっぱこれで満腹を出しちゃうと、あいつが報われないから。誰でしたっけ、でっかいやつ。太一が報われないから。ここはもうちょっとクルク出させていただきました。いや、でもよかったよ。よた俺は行くわ。いや、そこ行ってみ、ほんまに。ぜひぜひ、これはね、うん、チャーハン大盛りはでかいね。チャーハン大盛りほんまでかい。なあ。うん、なんか、言い残したことある？なりふり。そうですね、ちょっと、これ無理だったんで。うん。ケンタッキープレゼンしてもいいですかね、すいません。あ、今度ケンタッキープレゼンできますか、秀樹は。秀樹僕に秀樹、秀樹のケンタッキープロフェッショナル度合いは知ってる？知ってる？俺の。あ、もうこよなく愛しておるのは、はい、もうこちらもすごい。ほんま、はい、これで俺を協力させたらほんますごいやん。ケンタッキーで協力バリムズいで多分俺ほぼほぼ知ってんねケンタッキーのこと。そうやな。いや、まぁ、ちょっと、もし当てる何かを持ってんねやったら、確かに。また来て。うん。はい。ありがとう。3番手もよかったから。うん。はい、すいません。ありがとうございました。ありがとう。はい、またよろしくお願いします。はい、失礼いたします。ケンタッキーやる？俺は負けないよ、ケンタッキーやろ。いいなのかな。でも、秀樹にあれって言うってことは、なんなんやろ。いや。でも確かに、俺が想像する限りでも、同点までしかいけへん気するね。そうやな。その、ものすごく知ってる可能性全然あるやん。あるけど。毎日行ってたら秀樹と一緒になるやん。うん、愛してる度合いがますけど、秀樹が。うん、それもこうなったとしても同点まで。そうやな。だって俺、負けたことないもん。誰にも。へばりついてる。へばりついてる。ケンタッキーの頂上に。よくなんかな、角にこう、ついてる人間が、その人間ついてみたいなことになるから。なってますから、ほんと。いや、でもちょっと楽しみ。まあまあ、ちょっと頑張ってください。はい。ということで、はい、これではこの辺りで一曲いただきましょう。川崎隆也で、真心。NSC ラフラフアワーではフワチルの皆さんからのリクエストもお待ちしてます。メールアドレス lrh@esfm.jp にメールを送るか、X でハッシュタグラフフワでつぶやいてください。はい、それでは2人目いきましょう。はい、2人目は NSC44 期芸歴3年目のピン芸人、うん、日野スタイルズです。日野スタイルズ。それでは早速つないでみましょう。はい、日野スタイルズどうも、お久しぶりです。日野スタイルズです。出たよ。こいつはバケットやな。バケット。あ、そうです。ちょうど1年前出させていただいたときは、バケットという名前で。で、その前に、メッセンジャーさんのやつでも、そうそうそう、一緒になって、それで覚えてて。プロレス好きのやつや。プロレスあるあるで、ちょっと出させていただいた。はい。それが今、ギリギリの癖して、日野スタイルズになったの。何なんそれ、日野スタイルズになりました。ピン芸人？ピン芸人です。へぇ。何書いてるの、後ろは。日野スタイルズ軍団大募集とか言って。そうです。スタイルズ軍団大募集。お前か。何何？いや、さっきなんか打ち合わせで聞こえた。ああ、軍団。軍団を作って。軍団作ってんの？そうです。大阪の吉本若手で、徐々に幅を利かせ始めていっている、日野スタイルズ軍団です。やばいことしてるやん。やばいぞ。いや、これは。だから、パパシンキングダム、宮北トライブ、うん、日野スタイルズ。いや、そうです。野西軍団みたいにならへん？野西さん。お前、野西軍団みたいになるぞやめろよ、お前。宮北トライブとか言ってて。いや、もう。うん。まだ。野西軍団トップ行くんで終わりやぞ。39期野西さんの。お前は黙ってコーチアウトドアクラブに入りなさい。あの平和な軍団。俺も、なんなん、野西軍団ちゃうわ。日野スタイルズ軍団を作ろうとしてんねや。いやいや、もう作ってます。え、何人おる？もう僕入れてね、7人います。おえはい。あれ誰おる？シルス、トーマ、テンセイ、ハレロヤ、トヨキ、ケンタロウ、で、テスケです。その、お前、その、ひき肉ですが、おる YouTube の。やったな、しゃべった。ほんま結構そうじゃない。シルスだけ知ってる。小学生 YouTuber。小学生 YouTuber のチーム名。ほんま結構そうじゃないです。違います。シルス、ちょんまげ。ちょんまげ。生ひき肉。違います、違います。シルスは何聞いたことあるの？これ出てくれたんちゃう？あ、自衛隊ね。そうです。自衛隊の。はい。なんなん？そなんで軍団作りたい？あ、まあまあ、話は長なるから。いや、もうなんか先輩にあんま気に入られないんで。お前が悪いやろ、それは。お前が、お前、誰ほんまそれこそお前はもっといじられなあかんからな、先輩に。確かにな。いじられないんですよ、なんか。そう、お前の技量や、それ。俺のプライドあんのか。こいつプライド高いね。プライドあると思う。
か、これであると思う。知ってるはずなんですけども。まあ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 、でもちょっと今日はじゃあ、まあ、ちょっとその話はまた後日聞かせてくれ。まあまた後日ちょっと話させて。今日はコスパ中華なので、何について喋ってくれますか？今日はね、本格台湾料理、フセ一番。おお、フセ一番。フセになります。いいですね。はい、じゃあ、それでは早速お願いします。じゃあ、日野スタイルズのプレゼン、お願いします。はい。まあ、このフセ一番なんですけど、うん、まあ、もう去年の9月にオープンした、まだまだちょっと新しいお店。はあ、はい、いいよ。なんですけど、このやっぱ伏せっていろんなお料理屋さんがある中で、うん、まあ、僕が伏せ一番やと思う、もうその料理、まあ、の中華料理屋さんで、うん、もう中はねちょっとこう綺麗めで、綺麗ね、町中華ではない感じ、はいはいはい、なるほどね、でもいいよ、王将のカウンターみたいな、めっちゃいい、その台湾人、うん、全員台湾人なんですよ、店員さんが、そうなん、だからもう中国語が飛び交ってもまるでも海外にいるような気分になれる、そんなお店でございますけれども、はい。まあ、まず一つね、こちら、D 払い、ペイペイ、楽天ペイできます。あ, ありがたいね。これ大事ね。これ大事ね。ペイペイ大事。これ大事です。これ大事、そして、うん、平日限定日替わり定食がめちゃくちゃいいんですよ。どんなの？でこれね、普通の定食でも800円台とか900円台とか多いんですけど、安いね。この量で。見てください。あ、豊富やな。これ何となんなん？すごい。基本的に。基本的には横にチャーハンがおる。そうそう、基本的にチャーハンか白ご飯っていう感じなんですけど、とどんなの、ね、これがね、日替わり定食になると、うん、ね、100円引きになってね、880円が770円のかなって、はあ、いいね、安っ、何が入ってる、これで、この量なんですよ、うん、はいはい、はいはい、その量めちゃくちゃお得に食べれる、うん、こんな何も返事してくれなんかちょっとだけ例で教えてくれ、ちょっと写真がちっちゃくて、うん、そう、見えへんね、ごめん、なんか例でチャーハンとチャーハンとそのな何かその美味しい中華料理って感じですねそのこのお前喋ってくれで、そのチャーハンと美味しい中華料理がその定食になっているという。言えよ日替わりはな、まあまあ日替わりやもんな。でも日替わりの、じゃあ何、そのベストワンやったら何やった、前ちなみに最近食べたやつ日替わりのラインナップ。はその僕はその美味しい中華料理がやっぱ1位やと思う。その日がやっぱり。言えや、それを。まあええわ、もう聞くわ。でね、いやいやと、日野スタイルズと、もっと安く食べたいと。おね、もっと安いのあるんかって、ね、あります。ありますか、ええねん。あるかないかと。ラインナップにね。まあ、安いやつがあんねんな。何？唐揚げ、唐揚げ丼。唐揚げ丼や。おいしそうや。この丼がこう4種類あって、麻婆丼、唐揚げ丼、中華丼、五目丼って 4種類あるんですけど、うん、この丼がなんとね、500円なんですよ。おー、安いね。安いね。でこの今の時代に全然ちっちゃいとかじゃないですよ、結構お腹いっぱいになって、あ、ちっちゃそうに見える、しかもスープもついてきます、まあ、それ見たらわかります、すごいですこれ、すごいです、ね、でもわかるもんな、そこ言わんでよね、日替わりの話してくれや、日のスタイル、いや、なんかお前の好きな料理ないんかと、おう、あ、おっぱい、あります、あります、あ、このために置いてたんね、あります、2回目の登場、ごめんごめん、野暮なこと聞いて、じゃチンジャオロース定食です。いいねー。これがめちゃくちゃうまいんですよ。見てください、この、もうツヤとこの油のギトギトな感じ。こっそ。一口で白ご飯も半分ぐらい減る感じの、めちゃくちゃうまいんですよ。でね、僕、家で食べたくて、うん、ちょっと店員さんにちょっとこれレシピとか教えていただけないですかと、ちょっと聞いてみたんですよ。聞いたんやん。すごい。はい。ほんだらね、うん、言えませんと。おらそう。おらそうです。おらそうや。おら言ってくれない。そらそうやろ。おらそうです。言ってええわけない。言えません。何げんね。何をプレゼンしてるの。でもなんだかんだってね、やっぱりギトギトの油食べた後のタバコがうまいですね。うん、ああ、タバコうまいな。うまいですね。しいな、はい。それいいでも、いやいやと。写真付きでしょ。いやいや、何？日野スタイルズと、うん、ポイントカードあるんですかと。ポイントカード別にありますじゃないねポイントカードあります、あるやろ、そらお前が出してるんだよポイントカード、ああ普通1枚のポイントカードでね、これ、ね、ちょうど特典で500円オフとかこう出てくるんですよ、めっちゃ、ええやん、めちゃくちゃ、でしかもこうポイントカードってこう引きたら1ポイントとか
なんか何位以上お買い上げやったら1ポイントとかじゃないですか、うん、これね連れてきた人数分押してくれます。すごいやん。だからヒノスタイルズ軍団はめちゃくちゃお得です。これもうほんまやな。ヒノスタイル軍団がめっちゃお得というよりはお前が得なんやろ。ヒノスタイル軍団作ったことによってヒノスタイルズ軍団がお得ですね。こいつ割引のために軍団作ってる。ほんまやん。こいつスタンプ集めるために人集めてなんかネズミ子みたいなことしてる。お前ネズミ子かよ。飲み方だけ言っちゃ前の日替わり定食が500円ほどなるんですよ。200円台であの定食食べてるから。日替わり定食が500円オフなの、はい、770円が270円なの。270円で食べれるんですよ。それすごいわ。すごいやんそれ。ぜひ伏せ一番聞いていただきたいです僕は。なるほどね。はい、お風呂もある、ね、以上になるんですけれども。はい、なるほど。以上ということ。いや嬉しいですわ。おもろ。嬉しいですわってないのに。何も、何も言ってない。じゃあ早速、秀樹君、判定の方、お願いします。満腹。お前、すごいな。よかった。これはね、すごいぞ、これ。よかった。これは無理やと思った。うん、すごいわ。これ、ほんまごめん。一個理由があって、おもろかった。お前が。ありがとうございます。普通におもろかったわ。そのなんか分からんけど、そのほんまなんやろな、アホさ加減とかもおもろかったな。いやいやいや、もうちゃんとこだわってありますとかなんかなんかやってるやん。ほんでペイペイのとことかいらんようでいるからな。そう、あれはいやいや実はいるから。そう、俺ペイペイ使うからいらんようでいるし、ポイントカードのとこもちゃんと裏切ってな、あのちゃんとポイントカードと、はい、あの作れますかもちゃんとおもろかったし、ほんでちゃんとむっちゃ安なるって言うのも、うまそうやった、チンジャーローソンうまそうやった。はい。いや、ちょっとその、こいつが何やろ、その、詳しく言わんかったせいで、めっちゃ気になったわ。その、ランチメニューが。なるほどな。うん。これはええ戦術ですね。これ素晴らしいね。いや、ぜひ、来ていただいて、実感していただきたいですね。お前やな、深夜の実家がありますから。はい、ラジオ芸人深夜の実家がお世話になってるけども、両親ともどもどっちもにお世話になってるけど、いやちょっと良かった日のスタイル。良かったな。いいじゃないかあなた。良かったですね。良かったですね。良かった。受けたな。受けてたやろ。受けました。あんまここ受け求めへんもんな。そうそうそう。受けんでいいと思ったけど、やっぱおもろかったらまんまのことなるわ。ありがとうございます。まあ、料理もすごく良かった。素晴らしい。素晴らしい。みなスタイルありがとう。ありがとうね。いや、ありがとうございます。まだ来てくれ。まだ軍団大きくなって教えて。お前。ああ、ぜひぜひ教えさせて。ありがとう。あ、おもろ。いや、よかったね。面白い。日のスタイルおもろいやん。No. なんかその不安、そのなんか雰囲気あるもんな。ある。なんかこの、なんやろ、あの、鹿の神父北側の、なんか弱い、あ人間がおもろいみたいな。確かに。その日のスタイルも多分それになっていきそう。強い人間心があるよね。まあ、それには死ぬほどいじられるしかないな。ちょっと楽しみです、ね。いや、でも満腹だし、素晴らしい。ということで、このあたりで一曲聴いていただきましょう。これは僕が選ばせていただきました。クリーピーナッツで二度寝。NSC ラフラフアワータイムキーパーの2人でお送りしております。それでは最後3人目、あ、ごめんなさい、それでは最後3人目いきましょう、はい、3人目 NSC46 期芸歴1年目のピン芸人の泥沼です、はい、泥沼。それでは早速つないでみましょう、うん、泥沼お久しぶりです、泥沼です。出た、泥沼は。でもちょっと前やね、シュワちゃん。そうですね、はい。なんかしおちゃんの映画全部知ってるんです。しおちゃんがめっちゃ好きよね。わからんプレゼンでしたそうやそうやそうしおちゃんの映画全部言えるって言って、うん、言ったらなんかほんまざっくりしたあらすじしか言わないみたいなやつ。なんかあのほんま泥沼にはあるけど、そのあらすじのその話し方が全然おもんなそうそうや、もうただただあらすじ言うだけ。その困難があって困難があって困難をする映画です。まあそれはそれでええねんけど、まあ、できてましたけどね。 その映画を見たくならないプレゼンをする。ドルマ久しぶり。見ますか、あなたが。グルメの方も自信ありますか。グルメはだいぶ自信あります。お、なるほど。ほんまかな。じゃあ早速聞いてみましょうか、はい、じゃあ今日は何について喋ってくれますか。はい、今日僕が喋るのは、餃子の王将日本橋でんでんタウン店です。なるほど、なるほど。いい、ね、これはちょっとどうだ、すごい、ね、店舗なんや。店舗ね、日本橋でんでんタウン店。これ鳴らせれますか僕。じゃあ
ちょっとじゃあ聞いてみましょうか。それでは泥沼のプレゼンお願いします。はい、今日、日本橋でんでんタウン、餃子の王将日本橋でんでんタウン店に、の紹介なんですけども、まず餃子の王将の定食といえば何を思い浮かべますか？まあ、餃子定食ですね。餃子2人前とチャーハンみなたいるなやつとか。出たけど。ほど。ちなみにまあ、日本橋でんでんタウン、そういうメニュー一切ないです。そうなん。その代わり、オリジナルメニューっていうのがありなるまほしどて、ね。はいはい。それがまずソフトチャーハンセット、ソフソフトトチチャーャハーハン。何それ。ン、これがドライカレーチャーハンと、焼き飯、あとキムチチャーハンと、天津飯の、どれか一つから選ぶ、あと醤油ラーメンと唐揚げがついたっていうセットなんですけども、なるほどね。なるほど。他にもそういったような感じのオいリろジんなナルチャーハン選べるね。いろいろあるんですけども、秀樹さんに、とにかくおすすめしたい、このオリジナルセットメニューの一つ、いいね。ございま何しですて、か？メガ料亭セット、料亭何？いいね。仰天メガセット。何ですか？それは。メガセットです。に写真持ってきたんですね、こちらなんですけども、いいね。なんだこれは。え？まず、餃子が、これ、1、2、3人前。ほう。うわ、ありま多しいて、ね。はい。で、こちら、ライス大です。おう。はい。特で、大やん。サラダもつきまして、はい。とにかく注目してほしいのは、これなんですよ。これ料何？亭なんですけども、これ、わかりますかね？何やこれ？エビチリ？麺なんえ？ですけど、何これ？これ、豚の角煮ラーメンっていう、オリジナル。えぐいな。続けて。もうまず豚の角煮、あんかけラーメンとかぜひ好きでしたら、もう本当に多分これはもう好きになるじゃないかなと思ってまして、醤油とにかくこの豚の角煮の濃い醤油のタレがラーメンにかかってるんですよ。その上に豚の角煮、もう最強の組み合わせ最なんです。強のラーメンだ。確かに。もうとにかく今わあ、日これこを紹介しれ、たかったんです。なるほど。お前、好き。ちょっと赤っぽく見えるな。赤っぽい、それは。色味は。そうですね、とにかく多分醤油、濃い醤油なので、へえ。スープあんまないってこと？これ。スープというかはもう本当に豚の角煮のタレがかかってする。ごういまそじゃう。ん。汁なし、なんかさ、え、なんやろ？まあでもちょっとそれに混ぜ近いそかばみたいなことでな。す？そうですね、そういう系に近いような。めっちゃ食いたいわ、それ。めっちゃ食いたいよ、こ れ。とマにかジくで。量が多くて、多いもうな、こ僕もれ。中なので。なるほど。ちなみに、どうしても、この豚の角煮ラーメンが嫌だっていう方がいれば、醤油ラーメンと、変えれんねんね。選べんねや。で、これ、お値段全部合わせて、1200円。あ、いいね。いいよ。まあ、王将やからね。そね、の、そう、王将の値段やもんそね。う、王とに将のかく、餃子はね、価値あり安ますくから。て、いっぱい食べれる、メガ料亭セット、ぜひ、普段の餃子の王将に飽きたら、ぜひ行ってみてください。なるほど。以上です以上。か。はい、ありがとうございまし素晴た。らしい。なるほどね。すごいですすね。ごいじですね。ゃあ、早速、秀樹君、判定の方をお願いしま満す。腹 ありがとうございます。お前すごいな！泥沼！お前すごいぞ！俺がずっと求めてた定食や。俺はね、餃子の王将の餃子が好きで、ほんでね、その王将とは絶対ご飯なんですよ。で、餃子でもの。それだけじゃ何か足りない。俺は普段の餃子の王将を食べに行った時は、ご飯と、豚と卵のラーメン、豚玉あるやん、ピリ辛の。ほうほう。そう、あれと餃子2人前頼むねん。あ、ええそもれの定番やん。もっと ええわ。俺、ほんまに嬉しいわ。出会えて。うわ、完璧。俺、餃子も3人前ぐらい食べたいねん。ほんまは2人前じゃ足りないねん。ほんで、正直うまいよ。王将のな、豚と卵のラーメン、ピリ辛ラーメン、うまいねんけど、なんか物足りひんねん、俺。なるほ私ど。の子って、なんか足りひんもっなとと濃思う。くてもいいんじゃもないっか。と濃くてもいい、もっと肉分厚くてもいいんじゃないかと思ったら、もっと濃くて、もっと肉分厚いラーメンが出てきて、
餃子も3人前で、ご飯も大盛りで、ほんまにありがとう。お前はすごいわ。すごいね。心を求めてた。ほんでな、そういうのをな、王将ってな、やっぱ自分でカスタムしちゃったら、結構値段かさむねん。ああ。そうやね、余裕で1500円も超えたりすんねん。はいはい、それを全部セットにしてくれて。1200円。うわぁ、えぐい。マジでえぐい。これどこ日本橋でんでんタウン店ってどこら辺？え、あの、あれやろ、谷キュンとこちゃん。あれちゃうわ。ちゃうわ。どこや、でんでんタウンじゃないわ。あれは、あっこじゃない。どこ？島無線って言ったらわかりますかね。でんでんタウンの通りの中にある。でんでんタウンってどこでしたっけ？あ、じゃあ日本橋の方の。日本橋の何階？世界筋の通りに電気とか。あ、どこにあんの？もう屋根あるところのとこっすよね。そうです、はい、意外と奥広いとこですよね。あの奥に続いてるとこ。そうそうそう、はい、あっこあんねや。俺一回行けるやん。じゃあ全然余裕で、余裕で今からでも行けます。今さらもう今やめて、今やめて速攻できた。速攻できた。めっちゃええやん。マジでありがとう。俺絶対行くわ。これはすごいよ。すごいな、王将でこれ出したんすごいよ。うん、泥沼ありがとうございます。本当に喜んでもらえてよかったです。舐めてたな。すごい舐めてた。どうせ豚玉ビリ辛ラーメンとか言うんやろ。知ってるっしょねと。ほんならもう、最強の角煮ラーメン。角煮ラーメン。はい。それなんで出会ったん？たまたま行って。僕が結構その、今、アレクサと漫才してたりとか、うん、ロボットを作っていたりとか、そういう、電子工作をしていたり、プログラミングしていたりを普段しているので、おその関係でよく日本橋に。あ、なるほどね。なるほど。で、その帰りに、ちょうどちょっとお腹空いたなって時に、行ったら出会えたんです。すげえ。最高。最高ですね。お前、これでアレクサと漫才してんねや。変なの。ほんで、泥沼どういうことすごいな。うわちょっとほんまに満腹やな、今のは。いや、よかった。うん、これもめっちゃ美味しそうやったわ。あの豚の角煮ラーメンえぐいな。めっちゃ濃いだろうな。うん。あれでも米いけるしな。いけんね。米が足りるかどうかもんだよ、もうこうなったら。そうやね、結局おかずの数やねん。で、飯って。でもおかずの数、うまさと数やから、やっぱ一個じゃ物足りんくなんねん。なるほどね。うん。ほんでやっぱ汁もんっているからね。うわ素晴らしいわ。素晴らしかった。うん。なんかもうグーの根も出ません。もうあなたには。信頼と実績の泥沼。これ秀樹確実に行くやつやろ。うん、確実に行きます。すごい。うわそうなんや。日本橋を行くねんな、泥沼な。はい、また行きます。ほんま機会あったらまた行こうじゃん。ぜひよろしくお願いします。王将は大黒町の、うまいね、あっこも。天津ドライカレーチャーハンが、うん、大黒町にある王将の。俺もよう行くねんけど、あっこもな、これっていう定食がないねんな。全部いいねんけど、これなっていう定食ないね。なるほどな。これやね、定食ではこれやな。確かに。ありがとう、泥沼。ありがとう、泥沼。ありがとうございました。幸せやわ。またな。また、うん、また裏合わせに来て。お疲れさん、ありがとう。えぐいの出た。こいつはシュワちゃんじゃなかった。こいつはシュワちゃんじゃなもう、王将。王将。角煮ラーメン。ということで、以上、食いしん坊秀樹の飯との天目でした。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は、飯テロ。ありがとうございます。いや、今日も実り大きい回でした。なりふりかずまと、日野スタイルズと、泥沼。いや、みんなよかったな。なりふりかずま知ってたから、あれやったけど、知らんかったら多分、うおーってなってたと思う。まあ、そ3人とめっちゃよかった。俺は普通に行きたいと思ったもん。うん、ね、いや、ちょっと、泥沼えぐい。いや、正味、日野スタイルズも良かったけど、おもろいからっていうのもあったな。うん。まあでも安いな。あいつが一番コスパはすごかったな。すごかったね。270円。270円。スタンプ集めて。駄菓子屋さん。意味わからん。270円で定食。このご時世、意味わからん。270円でランチ食えんの。おもろすぎるやん。松屋でももうちょいすんの。お前な。いやー、でも皆さん、お腹は減ったんじゃないでしょうか。はい、それでは、いただきます。いただきます。ありがとうございました。